ガシガシスワローズ、刑事の嫁がグラビアになって表紙負け。数年後にクビになる年末の戦力外番組で独立リーグにしがみつき、それを支えるためグラビアを頑張るけなげな嫁ここまで見えた。何もありませんじゃねえよ。高橋刑事投手の引退記者会見は何時からですか？高橋はこの内容でも契約更改ではメジャーへの夢を語るんだろうな。刑事という外野手になります。高橋の契約更改はヤクルトじゃないかもね。まあ入ってるな。こっちの時にストライク取るか知らんけど、ここにもイネロいたら地獄やったな。このストレートは打てないな。どいつもこいつも大西以下の ERA やぞ。打てる打てる。オスナもサンタナも高津が辞めるなら退団って記事あったけど、どうなるんだろうね。ソフバンっていい投手多いけど、スカウトがいいのか育成がいいのかどっちなんだろう。ポランコとかいうヤクルトだけ打つやつ、深夜よもうストレートには当たらんのや。さっきの村上のとこだったな。勝ち目あるとしたらストライクゾーンがマジでわかんでな。いい加減なストライクゾーンだよな。山田この状態なら頼もしいけどな。すぐ怪我しそうだけど、ストライクゾーンガバガバすぎやろ。ご視聴ありがとうございました。